すごいなんかニッチな分野だからもうすぐに SEO で1位取れそうな分野だと思うんですけどね。SEO ですか？いわゆる検索エンジンで上位に持っはていい。くっていうのはすごいニッチだから、まあ、それでやっぱ検索する人全然に取とれると思いまですよす。ね。そだかこらで攻めもれば。う Google でも1位取っはて、い。ね、YouTube も1位取るっていうきっとやり方っていうのは一つありかなと思うのああ、と、あとうちネットの会社なんですけはい。はい。ど、意存じ外上とげてですまね、す。社長にアプローチするときに代理店になってくれませんかとか、なんかセミナー誘導とか意外とね、アナログ使ってるんですよ。ダイレクトメール、売れるネット広告社って会社なのになぜかダイレクトメールを送ってるんですね。一番新規獲得のやり方として、うちの場合はですね、でなぜかというと社長に直接ピンポイント持っていけるんですよ。デジタルって意外と社長ピンポイントアプローチできないんですよ、意外と。なので意外とお手紙風のダイレクトメール、ダイレクトメール風じゃないんですよ、もちろんこんなチラシとかいらないんですよ、お手紙として入れるみたいな。そういろんなテクニックがあって、例えば、まあ、うちいろんな AB テストやったんですけど、例えばあえて正式な封筒じゃなくて茶封筒にするとかね。しかもあえて宛先、送り主はあえて名前だけにしておいて会社名書かないとか。少しずらすってことそうで、相手の社長に送るとどうなるかというと、普通だって秘書が開けて捨てるんですよ、DM って。こういう DM ってなんだけど、茶封筒で女性の名前で、喋れなかったら愛人から来たのかなと思われて、開封率100%なんです、マジで。これ、すごい、ひどいんです。すごいな。そうで、いやらしさめっちゃ出てますね、最近。で、本当手書きで書いて、女の子文字書いたら開封率100%になるんマジか。そうです。どんな人にアプローチできます。で、ネット上に北海道、沖縄までその重要な施工主の代表取締役名って書いてるじゃないですか。そこで全部、DM っていうよりお手紙を送るみたいな感じだったら、意外と。なデるジタルやってほる僕も意外とアナログに助ど。けなられるっほていうど。ふうには。すごい。天才かよ。確かに。まあ、いろんな姑息なテクニックあります。ありがとうございます。姑息ですね、ずっと。ずっと姑息ですよ。イメージ大丈夫ですか？本当に姑息ですよ。大丈夫ですよ、もう。基本的にマーケティングっていうのはギミックですか？ギミックだと思うんで。確かに、すごい。ちょっと恐ろしいですね。ありがとうございます。レガさん、めっちゃおもろいですね。マジで面 白い。ギミック、ギミック。確かに、決済者に封筒届かせようと思ったら、それいいですね。一番いいんですよ、開封してもらうんですね。普通に僕、営業代行使って、普通に DM 送ってたんで。それあまず、綺麗なものは絶対ダメですよね。あ、逆に。だって、してません？来ても。捨て綺麗なまもすので、ね。即捨てます。なんですか、うちの師匠はずっと茶封筒のやつだけずっと僕の机の上で。怪しいな。怪しいな、みたいな。代表取締役とかって書かずに、名前だけ書くんだ。そしたら、例えばですね。例えばね。あと、送り主も売れんと広告社って書かずに、例えば、田中美佐子とかって書いてそういうことですよね。ます。お二方の、ね、ご支援は、ぜひ受けたいなと思ったんですけども。そこはもまあ、それは逆に自力で、つかみ取ってくださいダイレクトメールでね 女性の名前で やめて茶封筒で DM 送らせていただきます 女性の名前で